高熱インフルエンザです。来た！グッ！よく見える方の主催じゃない方。な、もう最近そんなのばっかくちゃくちゃ。え？ジジー。ナイス。ジジー。ジジーだって。誰が？誰だろう。あ。え？おめえだよ、ジジー。はい。はい、答えてくれるんだ。優しいな。引き。あー、むずいな。はいはいはい。これちょっと聞きたいですけど、あのマシュマロタスクの上にいた人だよ。はい。ネロちゃんね。かわいい。右下にいた人は。はい。誰？はい、ケイです。ケイさんか。はいはい。な、了解です、了解です。はい。なんでもないです。はい。はい。結局誰にジジイって言ってたんですか。ハタサコだってだから。ああ。だからって。1,2,3,4,5,6,7,8 カキーン。はい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 。おー、望遠鏡でミーティングの左にバカ一人と。ちゃんと待つの偉いな。ちょっとね、間を空けた方がいい。うん。アイドしてみる？え？え？めーやばキッチン巻き。温室でずっとボコボコキノコ炊いてるの誰ですか？ジャングル右から左に行った人誰？ジャングルの字の字あたりですか？ぐらいで僕なんか研究室から来る人とすれ違った人、ピンク色だった人。じゃあ俺。うん。俺がすれ違ってます。最後ミーティング。あ、どうぞどうぞ。目は10秒ぐらい前までキッチンにいました、ちなみに。え、そこじゃん。ミーティング最後3人いたけど、押してくれた畑さこと私ともひろは。あ、僕です。あ、あのさんか、はい。え、本日右下のキノコボコボコしてたし、でもそれは僕ですね。ああ、よかった。うん。メイヤは俺が魚焼いてる後ろにずっと立ってた。10秒ぐらい前まで。え、音質でボコボコしてた藤宮は白出るの？右下の音質つながってるけど。全然僕は白出ないです。僕タスクやっててボコボコずっとキノコ炊いてるから誰だと思ってたんで。でも食品でボコボコしてるの見てんなら無理じゃない？うん、無理だと思う。うんうん、俺も見てる、ちなみにボコボコなってんのは。今保管庫からドロップシップに行った人は誰？あ、タスクだ。え？保管庫から。なんか音が。ん？なんか誰か今キノコの音する。いやいや、でも別に無理じゃなくねと思って。だって
3秒ぐらいあればキルできるでしょ。右下からだったら。ベント近くにありますしね。保管庫からドロップシップ行ったっけ俺。わかんない。保管庫からドロップシップ側に来る人とすれ違って僕は見、いや、あ、畑迫じゃないと思うけど。てか、ミーティング組じゃない。行ってるとしたらシャドウ。うん、シャドウは違う。それまで。シを洗いたいな。スナパイさんって僕に白打てます？展望台に僕のこと置いてってるでしょ。展望台に。え、それ俺じゃないんじゃない？いや、スナパイさんだった絶対。で、スナパイさんが、展望台から下側に行って、僕が、ミーティングじゃなくて、エアーシップのミーティングを置くタスクをやってる。うん、鉱山から降りるときに展望台の入り口付近にいたのは見ました。うん。でも、スナパイさん研究室まで行ってんだよ。あ、私は、展望アッパーの間で湧いて、通信室に上がって行ってます。そしたら、プテさんが通信室から降りてくるのが見える。うん、ルマさん、アルマさんが行った人って、該当するの原さんだけ？ゲンさんいたね、初動ね。いや、ライン考えないなら。だからその場合、私がジップ使わないと無理ですけどね。あ、そうそうそう。ポフン。いや、消えるとこないな。皆さんの体感で、メイヤーさんのキルって、キルゴールそんな開けてから立ってない。そんな立ってないと思うよ、俺は。ですよね。だから、藤宮って、できなそんな疑いの対象になるとあの できなさそう。ね、ごめん、さっき確認しに行ったんだけど、うん、キノコを押した順が、音数すぐ右、右下の弁当近く、その後音数の下を押してるの、キノコ。その順番で押してるから、ちょっと現場検証してきたんだけど、無理そうだった。なるほど。キノコ考えたらなんか無理だと思うんで、ちょっと、藤宮 K さんは弾いてほしい。うん。スナパイさんはいけるよね、研究室まで行ってるからね。まあ、スナパイさんはいける。なるほど。で、僕はいけないよって、スナパイさんしてるんで。いや、だから、俺が、フテさんを置いて、はしご左降りて、温室の中入、下ルートで本室入って、パソコンやってないでしょ。まっすぐ左行ってる。いや、温室の温度下げはやってる、うん。それぐらいですよね。ケイさんと合わない。で、右下の弁当は僕使えないからさ。うん、スナパイさんとケイさんって合わないと思ったけど、僕、温室上側、ジャングルの上側から上の段に入ってるから。ネロンちゃんかケイさんって藤宮のことを見てるんですか？見てないけど、キノコ情報だけで判断って感じになる。まあ、ポフポフして弁当だけあるんじゃないかなとは思ったけど、いやだからその記録を考えると、そんなにキノコを破壊しながら行って弁当で帰ってくるって無理じゃないって思ってるから、弾いた方がよくね。俺は弾けないなと思う。いやいいと思う。見てる人たちが、じゃあ弾いて、あとはでアルマが言ってた、そのドロップシップに行った人っていうのに該当するのは、そうで、それは出ないんですけど、私は行ってないんですよ。うん、ゲンさんを通信室で僕見てるから。あ、見てんの？その通信室、僕が展望側に行くときにすれ違ってるのはゲンさんで、ゲンさんはキッチンキルには関われないと思ってたから。ちなみに保管庫側からドロップシップに、メイヤも行けないよ。死んだメイヤもね。ちなみに今回コミサバだったと思うんだけど、ゲンさんが研究室でバイタル見てたんで、結構ゲンさんのマット味が高いなと思って。いや、別に、ちなみにバイタル別に時間制限今かかってないので。いや、コミサバ中にバイタル前にいる意味なんじゃないですか。いや、別に治った瞬間に、ね、まあまあ、情報見ればいいし、卵の待ち時間でやることないから見ただけです。アルハタに城を打たない三刀さんが一番怪しいです。え、打ってるでしょ。え、打ってないですよ、一回も。あ、打ってなかった。え、もう、すごい。アルハタがいるしか言ってない。すぐ、あ、僕が。宿舎側から来て逃げた人が誰ですか？ボタン周りにいて、ボタン上にいて。ああ、僕かな。ああ、俺はアルマしか見えてない。え、ごめん、もうアルマ、ごめん、朝ね、最後入って。アルハタに白ってのはもう含まれてるってことだ、これ。キャー。
1、2、3、4、5。相方の位置分かったら嬉しいんだけど。7秒前ぐらいにアルマが死んで、7秒以内に藤宮が死んで。アルマさん通信室は機。最後ミーティングルーム左上から入って高田健心しかいなかったんで、高田健心無理そう。スナパイさんはカフェテリアドロップシップの方からミーティングルームに行ってるはずです。展望台から望遠鏡で見てました。はい、他の死人はないです。展望台で見てる源さんは見てる。ただます。で、僕はじゃあままがいいか。藤宮の最終死人僕なのかな。研究室に入るときに出てってるから。ん？ん？あれ？いましたっけ？いや、ハタプテタカで研究室。あ、いやいやいや、ハタプテタカ、僕が、入ったら藤宮がまずいて、で出てくる藤宮がいて、入ったらハタタカが、あ、ハタタカがいたよ。だったっけ？まあ、俺らより先に藤宮がいたってこと。うんよ。見覚えはないですけど、ちょっと俺も見覚えがないな。まあ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 、タスクしてたから見逃すことはあると思います、多分。うん、原型ってアルマ見てないですか？見てない。ないですね。通信室計算とあったか。さ、計算とあせばあったか。布施さん1個だけいい？あの、はい、カオス入ってたと思うんですけど、それが青色だったって話ではない？あえ、いつだ入ったの？いや、カオスは俺とプテハシとハタサコが研究室にいる時に入ってから。あ、じゃあ、違う。じゃあ、ちゃんと藤宮、ちゃんと藤宮。俺らが3人の時にカオス入ってる。うん。うん、はい、ちゃんと藤宮。ネロちゃんはキルしてなさそう。1、全部僕、その後通ったけど、死体がなかった。うん、で、ゲンさんは多分タスクしてなさそう。え？いや、てか、あ、そう、私はもうカメラ見てる時点です。終わってます。まとっぽいね。高田さんに対してスナッパイさんが白を出せる？出せます。スナッパイさんに対しては出せますか、高田さんは？出せないっていうか、その位置が分かんないから、単純に、うん、みんな、あの、下位置が分かんないから、そう、白ではない、白かどうか分かんないです。え、アルマさん、高田さんを見た経路が合ってるというか、その情報、K さんから、軽減から出ないのかなと思っちゃうけど、まあ、私のね、アルマさんの経路がどこつんの、これ。スナッパイさん釣りたいけどな。ゲンさん釣りたいっすね。ゲンさん、じゃスナッパイさんじゃね？ゲンさんとはパテさんいるから。今回キルには関われなさそう。スナッパイさんの方だけどね、いるんだから。え、僕はハタサコどこ行った？ハタサコ。あ、僕はプテから隠れてます。研究室でずっといます。あ、残ってんの？ずっといます。はい、あ、残ってんだ。サボ気をつけてください。リアクター。ナイス。うわー、うまい。ナイス。今バイタル見て絶望したわ。結構タスク危ないな。ね。こんなタスク危ない。危ない。意外と進んで。ナインポスター幻魔だと思っちゃった。え、スナパイ俺のことどっから見たの？見てないよ。あ、いや、そうか。そうか、俺がボタン押してるからそういう風に言ってるってことか。あ、なるほどね。ドロップシップの奥隠れてましたから。あ、そういうことか。うわ。アルマさん。アルマさんの見たのは右下からって言ってたことサントさん言ったしてきたんじゃん。危なかった。あ、私です。私あ、そうだよな。変身サントス言ったんですかね。あ、そうだ、ドロップシップ行く前にあの研究室の弁当の中で3人いたの見てたんで。ああ、じゃあ高健がキルしてるんなら多分ミーティングやなと思ったんで。ああ、なるほどね。そういうことか。むずすぎた。よし、じゃあ終わりますかね。はい、頑張ります。